こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ『チョルインワンフ』についてお話しします。チョルインワンフ、韓国ドラマの新たな時代劇への挑戦。韓国のドラマ『鉄チョルインワンフ』は TBN で放送された新しい時代劇であり、異色のタイムスリップ要素が注目を集めました。ここではその詳細と魅力について紹介します。あらすじ。大統領付きの料理長であるボンファンは不正な罪で追い詰められた末、ホテルのベランダから落下し、気づいたら朝鮮時代にタイムスリップしてしまいます。さらに彼は女性の体に転生し、王妃として王様を支えることになります。人としての新たな役割に戸惑いながらも、周囲の人々との絆を深めていく姿が描かれます。キャスト。シン・ヘソン・ソヨン・ボン・ファンの転生した王妃役、キム・ジョンヒョン・チョルチョン王役、ナ・イヌ・ビョン・イン・ソヨン王妃のいとこ役。見どころ。異性への転生、主人公が異性の王妃に転生するという設定は斬新であり、彼の戸惑いや成長がドラマに深みを与えています。コメディとラブストーリーの融合、コメディ要素が強い中にもラブストーリーや権力闘争など様々な要素が組み合わさっています。キャストの魅力。シン・ヘソンさんの演技力が光るとともに、キャスト全体が物語を盛り上げています。チョルインワンフは韓国ドラマの新たな時代劇への挑戦であり、視聴者を魅了する見どころが満載です。このドラマを通じて異世界への旅と成長の物語を楽しんでください。朝鮮王朝末期の権力闘争と王の誕生ドラマ、チョルインワンフの時代背景。韓国ドラマチョルインワンフは李氏朝鮮の第25代国王であるテチョルジョンの治世を描いています。時代背景として19世紀の朝鮮王朝末期が舞台となっており、具体的にはチョルジョンが即位した1849年から1863年の間が物語の時代設定とされています。時代背景。この時代は安東金氏や豊城長氏など一部の一族が富と権力を独占し、民衆が搾取に苦しむ混乱した時代でした。政治権力を独占する政、道政治と呼ばれる体制が形成され、王に代わって一部の一族が実質的な支配権を握っていました。ドラマの描写。チョルインワンフではチョルジョンが農民出身であり、王位継承者として指名されるまでの物語が重要な部分を占めています。彼はウォンボムウォンボムという名前で高架島カンファドで暮らしており、王としての使命に目覚める過程がドラマの中で描かれています。権力闘争と王の誕生。ドラマチョルインワンフは権力闘争や王位継承の物語を通じて、朝鮮王朝末期の動乱した時代をリアルに描写しています。チョルジョンの王としての成長や権力の戦いが視聴者に深い感動と興奮を与えています。チョルインワンフは19世紀の朝鮮王朝末期の時代背景を舞台に、権力闘争や王の誕生を描いた感動的なドラマです。歴史的背景に基づいたリアルな描写が物語の魅力をさらに引き立てています。チョルインワンフの原作と韓国版ドラマの関係、異なる時代へのタイムスリップ。韓国のドラマチョルインワンフは中国のテレビドラマ大使妃ラプソディを原作としています。ここでは原作と韓国版ドラマの関係について詳しく見ていきます。原作とは、大使妃ラプソディは現代の人物が過去にタイムスリップし、異なる体に入るというストーリーを書いた中国のテレビドラマです。原作は異なる時代や体に入るというファンタジー要素を持ちながらも、人間ドラマや歴史的な背景も豊かに書かれています。韓国版ドラマの展開。
韓国版ドラマチョルインワンフは、原作のストーリーを踏襲しつつ、独自の解釈やアレンジを加えた作品です。原作の基本的な設定であるタイムスリップや異なる体への入れ替わりはそのままに、韓国の歴史や文化、ドラマの独自の要素が組み合わさっています。魅力、韓国版ドラマチョルインワンフは原作の魅力を継承しつつ、韓国ならではのドラマティックな展開や感情表現を取り入れています。異なる時代への旅とそれに伴う人間ドラマが見どころの一つとなっています。原作を気にしつつも独自の解釈やアレンジを加えた韓国版ドラマチョルインワンフは、ファンタジー要素と人間ドラマが見事に融合した作品として注目されています。原作ファンも新たな視点で楽しめる一作です。フュージョンコメディ時代劇チョルインワンフ俺がクイーン、原作との関連性と相違点。韓国のドラマチョルインワンフ俺がクイーンは、中国のテレビドラマ大使ヒラプソディを原作としています。この作品は現代の大統領官邸専属シェフが19世紀の李氏朝鮮時代の王妃の体に入り込むという斬新な設定で、フュージョンコメディ時代劇として視聴者を楽しませています。原作との類似点。原作とドラマの類似点は、主人公が異なる時代にタイムスリップし別の人物の体に入り込むというファンタジー要素が共通しています。両作品では主人公が新しい時代の環境に適応しようとする過程で生じるコミカルなシーンやドラマが展開されます。相違点。一方でドラマは原作の設定をもとにしながらも独自のストーリー展開やキャラクターの背景が加えられています。例えばドラマでは主人公が男性のシェフである点や李氏朝鮮時代の背景が設定されている点が原作とは異なります。またドラマは韓国の歴史的背景を取り入れつつ現代と過去の文化的な衝突や葛藤を書いており、原作にはない独自の要素が多く含まれています。チョルインワンフ俺がクイーンは原作をベースにしつつもオリジナリティあふれる作品となっています。現代と過去が交錯する独特の世界観やコメディ要素が満載のストーリーが視聴者を引きつけています。原作ファンも新たな展開に興味津々で多くの人々に楽しんでいただいています。ドラマチョルインワンフの家系について王妃と王の交錯する運命。韓国ドラマチョルインワンフは朝鮮第25代王であるチョルジョンとその王妃であるキムソヨンを中心に宮廷の権力闘争と恋愛を描いた作品です。このドラマでは登場人物の家系や政略結婚などが物語の重要な要素となっています。キムソヨンの家系。キムソヨンは安松キム家の一族であり、中殿王妃になることを夢見ていました。彼女は宮廷を支配する一族であり、父親のキムウェンネはチョルジョンを王に推すことで役割を果たしました。キムソヨンはチョルジョンとの政略結婚を通じて宮廷内での権力を手にすることになります。チョルジョンの家系。チョルジョンはもともとは農民の家に生まれましたが、後に王として即位しました。彼は安東金氏の一族によって王に推され、後に王妃となるキムソヨンとの政略結婚を通じて王位につきます。チョルジョンは無能なお飾りの王として表面上は振る舞いながらも、実は裏で国を立て直そうと奔走します。ドラマの設定とフィクション。チョルインワンフは実際の歴史的背景や登場人物を元にしつつもフィクションの要素を取り入れた作品です。現代の大統領官邸専属シェフがチョルジョンの王妃の体に入り込んでしまうという斬新な設定が話題となりました。
ドラマチョ・ルイン・ファンフは宮廷の権力闘争と恋愛を通じて王妃と王の交錯する運命を描いた作品です。登場人物の家系や政略結婚などが物語の重要な要素となっており、歴史的な背景を気にしたフィクションの世界が展開されます。チョ・ルイン・ファンフ、コメディと時代劇の融合が生み出す感動のストーリー。韓国ドラマチョ・ルイン・ファンフは監督のユン・ソンシクさんと脚本家のパク・ゲオクさん、チェ・アイルさんのコラボレーションにより生み出された作品です。ここではその魅力について詳しく見ていきます。スタッフ、監督ユン・ソンシク、脚本パク・ゲオク、チェ・アイル。ストーリーの特徴、チョ・ルイン・ファンフはコメディ要素が強い中にも時代劇としての深みやロマンス、権力闘争などが織り交ぜられたストーリーが特徴です。監督と脚本家のコラボレーションにより独特の世界観とキャラクターが生み出されました。コメディと時代劇の融合、コメディ要素が際立つ一方で歴史的な背景や権力の闘争が物語に奥行きを与えています。また恋愛や人間関係のドラマも巧みに描かれており、視聴者に多くの感動を与えました。高い評価、チョ・ルイン・ファンフは監督と脚本家のコラボレーションにより視聴者から高い評価を受けています。独自の世界観とキャラクターが生み出す感動的なストーリーは多くの視聴者の心をつかんでいます。韓国ドラマチョ・ルイン・ファンフはコメディと時代劇の融合が生み出す感動のストーリーであり、監督と脚本家のコラボレーションにより視聴者に深い感動を与えました。その魅力をぜひ体験してみてください。ドラマチョ・ルイン・ファンフの美しいロケ地韓国の歴史と自然が融合。韓国の人気ドラマチョ・ルイン・ファンフは美しいロケ地を舞台にしています。ここではそのロケ地として使われた韓国の名所をいくつかご紹介します。サイサンハンタクチョエチャンパンダ。1話に登場するフルタクとして知られる場所で小説土地をもとに制作されました。歴史的な雰囲気が漂いドラマに深みを与えています。2、ナンバラピュアンハルルオンナムンブワンガンドゥン。チョルジョンとソヨンの初対面の場所として使われ美しい庭園が印象的です。歴史的建造物と自然の調和が見事に表現されています。 3. プヨミヤ南池プヨクンナムジ。ソヨンが溺れた池の場所で韓国で最も古い人工庭園があります。ドラマの中でのシーンはその美しい風景を見事に映し出しています。 4. 南韓三条安宮。チョルジョンが泊まった別居として登場する場所で歴史的建築物の雰囲気が存分に楽しめます。 5. メタセコイア道景湘南道樹木園。美しい樹木園が広がる場所で17話でチョルジョンが馬に乗って通り過ぎるシーンが印象的です。自然の中でのドラマの展開が迫力満点です。 6. ホギュンホナンソルホン記念公園。ソヨンの実家として登場する場所で歴史的な建造物と広々とした公園が魅力的です。 7. ヨンイン大長根パーク。宮廷シーンの撮影にほとんど使われており歴史的な雰囲気が漂います。ドラマの舞台としてぴったりの場所です。これらのロケ地はドラマの美しい映像を彩るだけでなく韓国の歴史と文化を感じることができる素晴らしいスポットです。ぜひ機会があれば訪れてみてください。ドラマチョ・ルイン・ファンフの衣装朝鮮王朝時代の華やかさを再現。韓国の人気ドラマチョ・ルイン・ファンフでは登場人物たちが豪華な衣装を身にまとっています。これらの衣装は朝鮮王朝時代の華やかなファッションを忠実に再現し視聴者に当時の雰囲気を伝えています。1. 単位。単位
は王族女性が着用する将来服で、横にスリットが入り、前後の身頃が長いのが特徴です。王族女性や女官たちは、季節や役割に応じて様々な色やデザインの唐衣を着用しており、その美しさが際立ちます。2. チェボク。チェボクは国王が重要な儀式で着用する衣装で、旧装服がその最高の格式を誇ります。旧装服には9つの紋章が刺繍されており、国王がこれを着用する際は、その威厳と格式が存分に表現されます。3. チョギ。チョギは王妃が国家的な行事で着用する大礼服で、金糸で刺繍された華やかなデザインが特徴です。王妃がチョギを着用すると、その優雅さと気品が際立ち、王宮の華やかな雰囲気を醸し出します。これらの衣装は、ドラマの美しい映像を彩るだけでなく、朝鮮王朝時代のファッションや文化を細部まで忠実に再現しています。視聴者はこれらの華やかな衣装に魅了されながら、当時の王宮の世界に思いを馳せることができます。ドラマ「チョルインワンフ」の第1話あらすじ。現代の料理長が朝鮮時代にタイムスリップ。韓国の人気ドラマ「チョルインワンフ」は、現代の料理長が突然朝鮮時代にタイムスリップするという斬新な設定で展開されます。第1話では、主人公ボンファンのタイムスリップから物語がスタートします。ボンファンは大統領付きの料理長として働いていましたが、ある日、大使の魚料理に釣り針が入っていたことでトラブルが起こります。その後、家に来た刑事から不正問題で話があると告げられますが、ボンファンは自分は不正を行っていないと主張します。しかし、追い詰められたボンファンはホテルのプールに落下し、気がつくと朝鮮時代の王妃になる予定の女性、キム・ソヨンの体に入っていました。ソヨンとして目覚めたボンファンは、王様との婚礼を控えており、初夜を避けるために様々な策を講じます。しかし、大王代妃の命令で池に水を入れることが許されず、苦悩する彼女は結局、王様に抱きかかえられてしまいます。この第1話で描かれるタイムスリップと王宮のドタバタ劇は、視聴者を笑いと感動の世界へと誘います。ボンファンの現代の知識と朝鮮時代の状況が交錯する中、どのような展開が待ち受けているのか、楽しみに待ちたいですね。チョルインワンフの最終話のあらすじは、チョルインワンフの最終話は、ドラマ全体のクライマックスとして多くの視聴者を感動させました。キム・ビョンインがソヨンを守るために命を落とす場面が書かれました。彼はソヨンの体に宿る2人の魂を理解し、最後まで彼女を守り続けました。ソヨンは大切な人々の死を悔やみながら山の中で迷子になりますが、そこでチョルジョンと再会します。即位式の日、ソヨンとチョルジョンは手押し車に隠れて王宮に潜入しますが、ジャ軍に発見され、騒動が起こります。最終的に、ソヨンは王を狙う銃から彼をかばい、自らも撃たれます。チョルジョンもまた、彼女を守るために負傷します。タイムスリップしたジャン・ボンファンは、ソヨンの体から魂が離れる感覚を覚え、現代に戻ります。そして、朝鮮時代の記憶を持ったまま書店に向かいます。このドラマは愛と権力、そして運命に翻弄される人々の姿を描いており、最終話もそのテーマを象徴する感動的な結末となりました。視聴者はドラマ全体を通じてのキャラクターたちの成長や葛藤に胸を打たれました。チョルインワンフのドラマ印象的なシーン。チョルインワンフのドラマには、多くの印象的なシーンがありますが、特に記憶に残るシーンを振り返りましょう。1. 現代の
シェフが朝鮮時代の王妃の体に入れ替わるシーンはドラマの最初から強烈なインパクトを与えました。この予想外の出来事は視聴者に驚きと興奮をもたらし、物語の展開に期待を高めました。2. キム・ソヨン・シン・ヘソンの演技が光るシーンは数多くありますが、特に彼女がソヨンとボン・ファンのニエの人格を見事に演じ分けたシーンは見逃せません。彼女の表現力が物語に深みを与え、視聴者を引き込みました。3. 病院役のナインウが絶命するシーンは、切ない恋に生きた彼の最後を描いています。彼の犠牲は、愛と悲しみに満ちたドラマの重要な転機となりました。4. チョルジョンとソヨンが新しい世の中を作っていく様子を描いたシーンは、希望に満ちたものでした。2人の決意とともに、新しい時代の幕開けが書かれ、視聴者に感動を与えました。これらのシーンは、ジョルインワンフのドラマを通じて、登場人物たちの成長や葛藤、そして愛と希望を象徴しています。視聴者にとってこれらのシーンは心に残る瞬間となり、ドラマの魅力を一層高めました。チョルインワンフのドラマの印象的なセリフ、チョルインワンフのドラマから印象的なセリフをいくつかご紹介しますね。 1. 私が弱者だからだ。ソヨンがチョルジョンに向けて放つこのセリフは、彼女の内に秘められた強さと脆さを表現しています。自らの立場や運命に立ち向かう姿勢が感じられます。 2. ノータッチしましょう。ソヨンがチョルジョンに対して提案するこの言葉は、互いに干渉しないことを意味しています。2人の複雑な関係性を象徴し、物語の中で重要なテーマの一つとして書かれています。 3.王妃のアンチファンです。ソヨンが酒場でチョルジョンの悪口を言う客に対して発したこのセリフは、彼女の複雑な立場を示しています。王妃でありながら自らの心情や立場に苦悩する姿が表現されています。これらのセリフは登場人物たちの内面やドラマのテーマ性を深く反映しており、視聴者に強い印象を与えました。それぞれの言葉が物語の流れやキャラクターの成長に密接に関わっており、ドラマの魅力を一層引き立てています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。